はい、それでは実況続き、やっていきましょうか。おいヤクザ、なんでこんな選出にしたんだ？開幕早々ヤクザ。おお、みのりさんって言うんだね。かわいい。え、なに天馬くん、みのりさんに踏みつけられたいだって？そんなこと一言も言ってねえ。もう一人マネージャーがいるみたいなんだぜ。ん？知り合いかな？あらら、漂うアバズレ感。この子絶対女子から人気ないはずです。は？おい天馬、お前、リア充なのか？これは間違いないな。よし。天馬をメンバーから外します。急に冷遇し出しやがった。冷遇してるんじゃありません。冷たくしてるんです。意味は変わらないんだぜ。あん、なんだアバズレ。やめろ。てか契約ってなんだ？もしかしてお金とかもらってるのか？は？私にもよこしなさい。なら頑張ってサッカー覚えろ。よし、じゃあ着替えに行ってくるか。女性リスナーさん、並びにホモリスナーさんお待たせいたしました。天馬くんたちのお着替えシーンでございます。女性リスナーさんはいいとして、男性で喜ぶのなんてうぷ主ぐらいだろ。ホモじゃありません。よーし、じゃあコーチに話しかけていきましょうか。ん？ LINE かな？ちょっと見てみるんだぜ。私の LINE 画面は1年間この状態で止まっております。なんとも悲しい人生。みなことアバズレ調子乗るな。返事返しただけだろ。それに中学生なんだし、このテンションは許してやろうぜ。ではみなほが調子乗ってるのでカット。コーチー。こんにちはは。練習って何するんだろうな。私の予想はまずキャッチボールをして、その後ブルペンに入って投球練習だと思います。競技が変わってんじゃねえか。あ、間違えました。ブルペンじゃなくてまずは守備連携に走塁練習、それにバント練習だね。練習方法にケチを言ったわけじゃない。練習は持久力を高めるランニングか。確かにサッカーは持久力だよな。お、ニッチェが苦しんでる。いいぞー。もっと苦しみなさい。そんなこと言うなバカ。相変わらず天馬くんは優しいというか、本当にキャプテン気質だな。いや、おそらく天馬くんはいろんな女をキープするつもりです。ニッチェですらキープしておくなんて。天馬くん、恐ろしい子。だからちげえって。ちなみにツイッターやコメントで教えてもらったんだが、ニッチェといぶきくんがかなり強くなるみたいだぞ。え、そうなの？じゃあ不本意ですが、ニッチェを育てていきます。まあいぶきくんは最初から育てるつもりだったからいいんだけど。おっと、天馬くんはとうとう男をキープするつもりだね。さすがです。いい加減にしないとマジで怒られるぞ。確かにこいつのスピードはすごかったな。さすがは陸上部ってところなんだぜ。天馬くん、くどくつもりならもう少し違う話題のじゃないと飽きられちゃうよ。だからくどいてねえって、サッカーの話をしてるんだ。でもやっぱりくどくならもっと違うテイストの。お前には理解力というものが存在しないのか？ほらー、好感度下がっちゃったじゃん。ギャルゲーみたいに言うな。特に練習だから操作するっていうことはないんだな。ん？待って、実戦練習するみたいだよ。おお、機動さんの時はボロ負けだったが、今回こそは負けないように頑張るんだぜ。サッカーバトルって何？何よ。おい学べ、お前は私をバカにしたな。お前は一生ベンチを温めてろ。独裁国家じゃねえか。そしてサッカーバトルとは、5対5、要はフットサルみたいな感じか？ならいけるかも。ふふふ、リアルにフットサル歴史記念のこの天才が華麗なボールさばきを見せてあげましょう。お前の場合ボールにされそうな気がするんだが。まあいい、じゃあサッカーバトルをやっていくんだぜ。チームリーダー？誰だろ。堂々と前にいるだろ。いや、おそらくこいつじゃありません。かわいそうだから早くしてやればか。もう、仕方ないなぁ。それでは対戦、よろしくお願いします。いざ、プレイボール。タイトルにも書いてあるが、プレイボールは野球だぞ。もちろんわかってます。ネタです。てか相手のチーム名がトレーニングチームか、なんかかわいそうなんだぜ。確かにね。よし、じゃあ初勝利をいただくとしますか。クリア条件はゲームの世界の15分間の間に1点取れば勝ちか。これはどんどん攻めていかないとな。そして今回から化身解放みたいなんだぜ。化身、ぜひ使ってみたいもんだね。おそらく使い時によってかなり戦況が変わりそうな気がするんだぜ。おお、これはセイント星や、ペガサス流星剣とか使えたりするのかな？強力な威力の化身必殺技ってのがよくわからないが、やってみればわかると思うし、やっていくんだぜ。よーし、では瞬殺していきたいと思います。という大きなフラグを立てていくフラグ建築士霊夢。よし天馬くん、敵をぶっ殺せ。言葉が過激すぎるんだよ。よーし、いけー。養生を押し倒す天馬ー。天馬くんが変態に聞こえるようなこと言うな。ふふふ、この剣くんを止めれると思いますか？イエーイ、剣キュン最強ー。キュンってなんだ。てかもうゴール前だな。よし、それでは必殺技で決めましょうか。あ、幼女だ、押し倒せ。剣くんまで変態にするな。さあ剣くん、改めてシュートじゃー。ベースパワーが違いすぎるな。これは余裕なんだぜ。ではナメプで普通に蹴ります。動画的にも必殺技を使って欲しかったが。ではゴール。この天才にかかれば余裕のよっちゃん以下です。そして剣くん、相変わらずかっこいい。これで試合終了だな。てかもう4分経ってたのか。時間経過早いな。あ、メンバー気にしてなかったけど、うまいこと育てたい奴らがメンバーに入ってたね。
おそらくこれからもこういう形式が増えていくだろうし、天魔くんたちを抜いて他のキャラを育てるとかしないといけなくなるだろうな。まあ一人ずっとレベル1でいてもらう子がいるけどね。やめてやれ。てか11人で試合することもあるし、ずっとレベル1は無理だろ。おい学べ、文句を言うんじゃない。学べくんに冷たくなったな。てかまだ練習やるの？いい加減終わりたいんだけど、帰って YouTube 見たいんです。終わったみたいだぞ。よーし、じゃあ早く帰って YouTube 見ます。もうそれはいい？それにしてもさすがの3人だな。3人だけピンピンしてるんだぜ。いや、ボクシングボーイもピンピンしてるよ。さすがボクシングをやってるだけあるんだぜ。よし、じゃあ宿舎に戻るとするか。了解です。では少しカット。ん？この赤いマークなんだろ。あの女性に話しかけてみるか。おお、これはもしかして。なるほど、こうやってバトルをたくさんしていって、レベルを上げていくって感じか。でもさすがに全部の試合見せてたら時間かかりすぎちゃうし、ある程度はカットしていこうか。じゃあこの試合もカットカットでいくんだぜ。さあ剣くん、この子の低層を奪っちゃいなさい。お前今回下ネタ多いな。いただきまーす。さあ剣くん、いけいけどんどん。ではこの子の低層もいただきますか。ではいただきまーす。って剣くんの低層が奪われたー。稲妻イレブンの対象年齢を考えて発言してくれ。お、ニッチェ、ベースパワー高くない？おー、ニッチェー。はい、あの後ニッチェがボールを奪われましたが、振動くんが奪い返し今に至ります。振動くんな逃げに初シュートだな。まあディフェンスだしね。うわ。あなたの頭どうなってるんですか？それは言ってやるな。あ、必殺技押すの忘れてた。そしてあなたの頭、どうなってるんですか？黙れ。そして振動くんのゴールが決まり今回も勝利なんだぜ。じゃあ時間もいい感じだし、今回はこれで終わりたいと思います。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。